それから、57番、今日人吉が歌った歌ですね。それから、それから前なったっけ、外来1番ですね、はい、で19番に行きます。お願いします。Thank you.
番ガリラヤ。イエスはこの地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれた地、栄光と光栄。賛美隊としての賛美を成し続けていきなさい。あなた方はその導きに従って賛美隊として霊と誠を持って賛美を捧げつけていくとき、私がこのとき約束した栄光は形をもって現れてくる年は恐られます。困難のただ中で喜びの声を上げなさい。痛みのただ中で感謝の声を上げていきなさい。あなた方がそのとき私の御言葉を選ぶとき、私は私の真実を表していこうと主は仰られます。この今まであなた方が通ってきた深い苦しみ、痛み、また孤独は、これは身をつけるため、身を結ぶための借り込みであると主は言われます。この私に信頼していきなさい。時が満ちるときに、確かにあなたは固く立てられて、私はあなたを通して多くのものを救いに導くと主は言われます。人ではなく神を恐れていきなさい。人の言葉は移ろっていきます。人の評価は簡単に変わっていきます。あなた方は誠の神に目を向け、この神の手の中で生きなさい。私の御手はあなたの上に置かれており、私はその祝福の手を置き続けていると主は仰います。戦いの激しさの中で、あなた方の周りに倒れたり休んだり転んだりする者がいます。あなた方は人間的になるのではなく、そのことを感謝し、そのことを祈りなさい。私に求めなさい。私はその者に最善の御手を持って手を伸ばし、私の御手を持って助け出そうと主を抑えます。19番、ハレルヤアドナイ。ハレルヤアドナイ、全能の神。ハレルヤアドナイ、いとたかき神。ホーザナ、ホーザナ、神の子羊。
主は心を見る。私はあなたの心を知っていると主は仰られます。あなたの心の中にあるその秘め事、あなたの心の中にある思いを私は知っている。私はそのあなたの思いに応え、そのあなたの思いに私の手を伸ばしていこうと主は仰られます。あなたの心を私に注ぎ出しなさい。喜びの賛美とともに、感謝の祈りとともに、あなたの心を注ぎ出しなさい。私はあなたの心を受け取り、そこに私の言葉を、私の恵みを注いでいこうと主は仰られます。私の復活の御手は完全であると主は言われます。神からの教会の上に置かれている神の手、主の手を認めていきなさい。この後私一人一人がこの主の手の中でこの整えられ、導かれ、強められていくと主は言われます。聞き従いの歩みをさらに確かにしていきなさい。栄光の現れは非常に大きなものとなってきていますが、同時に戦いも激しくなってきています。あなた方は私の言葉に単純に従ってきなさい。その時あなた方は私の力、私の恵み、私の愛を見ていくであろうと主は仰られます。あなたの生活のただ中で私は豊かに働こうと主は仰られます。最後に栄光はあなたの。愛する天のお父様、こうして今晩キリストの名によって共に集まってあなたを賛美支配できる恵みをありがとうございます。今から御言葉を、語りますけれども、今晩必要な事柄を主豊かに語り導いてください。私は主をあなたに期待いたします。信じて、その名前によって